これ使っていいのか使っちゃいけないのかよくもう分かんないラインの話なんですかこれピーピーなんか牛女っていう怪談話コールさん今ミノは何を使われてるんですかこれシャッティング X シャッティング X ことちょっとねリニューアルするんですよ、まあ、ちょっと詳しくは今まだお話できないんですけど、はい、まあちょっと動きが変わってます前のシャッティング X よりもその左右のバランスが僕は良くなったって感じててその、まあ、前のシャッティング X はゆっくり引く方が良かったかなと僕は思うんですこいつ早巻きですごく早巻きでも破綻しない破綻しないですねしづらいシャッティング、はい、これ、まあ、コンプレックスの、ギア比いくつだったかなあのミドルギアの方なんですけど、はい、これで巻いてるけど結構まだこのアクションは見せられないかもしれないんですけどあ了解です、はいシャッティング X55 っていうちっちゃいシャッティング X があるんですけどねそれと同じようなアクションが出せるオリジナルサイズのシャッティング X、あ今それじゃあプロトタイプ投げてるんですかそう今ちょっとねこれもうボテさんの時間終わっちゃったんですけどここっぱりはね日が暮れるまでできるんで、はい、ちょっと岬にバスが刺してきたら嬉しいなと思ってやっぱりタイムをしています。やばいルアーアップで映さない方がいいんですね。あルアーのまあテストに来てるんで、はい、まあルアーを見せなきゃいいのかな、はい、で6つおっぱいのある人6つお6つおっぱいのある人は 何でしたっけ。あその話もいらないでしょ今真面目な今めっちゃ使える感じで話したんだからそっち使ってくださいよどうですか新しいニューシャッティング X は。うん巻き心地がすごくいいです。でやっぱそのアクション中にリトリーブ中にアクションが破綻しないので、はい、物に当てるっていうことがすごく前のシャッティング X よりも力強くできるんですよ。だから早巻きのまんまゴリゴリって当てていけるので立ち木の横とかそういったところやるときにもいいし、うん、ゴール対しとかテトラとか攻めるにもいいかなと思ってます、はい、で僕ねシャッティングやるときにこういうアクションを入れるんですよ、はい、上側に煽る、はい、引っかかったのかな上側に煽るってアクションをやるんですけど、はいどういう動きになるかっていうとシャットのリップって平面じゃないですか、はい、上側に煽ってもサットってあんまり大きく動かないんですよ、はい、横にジャックすると左右に飛んじゃうときに、はい、上にジャックするとピクンピクンって動いてあんまり飛ばずにリアクションかけれるのでこのアクションちょっと覚えておいてください、うん、教科書46ページに載ってます、はい、ここ試験に出るんでねここのとこ大事ですよ小森塾いや出ないから試験でおうこういうアクション、はい特にこうやってボトム巻いてるとボトムに引っかかっちゃうようなところではボトム回避の時にもわざと使うんですけどこのアクションは本当に有効な時があるのでレンジをちょっとアップさせながら左右に飛ばさずにバスの目線を変えさせずにルアーにリアクションかけることができるので、はい、要は縦巻きや早巻きの延長線上で入れれるジャークアクションとしてはすごく有効なのでこれ本当にちょっと覚えていくと楽ですよ、うんこういうのはね、本当はね、公開したくなかったんですけどね、うん、これ俺よくさ、やっぱ今日も大会あってインタビューさせてもらったんですよ、乗車にこう、入ったらすぐ釣れたで、粘ったけど釣れなくて移動して戻ったらまたすぐ釣れたって言うじゃないですか、はい、やっぱね、魚若干ナーバスですよね、はい、一つはこの天気これもあると思いますね。うんあ、もう太陽が水平線に来てしまった。太陽がコールさんのタッチヒロシになりきってたからやめてよコンプレックスの味はどうですか。コンプレックスの味今コンプレックス歌ってやろうと思ったけど歌が出てこなかったキッカー講師がこれで止まっちゃった今もうちょいでした。抱きしめたその腕をもう話はしない。いいでしたねコンプレックスいいですよこれね。バス用リールとしては僕はこれぐらいの金額で買えるものが一番使いやすいなと実は思っていて、なかなかコンプレックスってね話題に上がらないじゃないですか。やっぱりステラ、バンキッシュ、この辺は話題に上がるんですけど、あと下の方だとバンフォードとかやっぱ話題には上がるんだけど、コンプレックスってあんまり話題に上がらないですよね。まあ金額的には僕はこの辺の金額帯のリールで揃えた方がギア比も含めていろんなバリエーションを皆さんが触りやすいんじゃないかと思うし、
そういう中でも、まあそのまあ、僕が気に入っているシマノのリールのいいところっていうのは十分このリールでも僕は味わえると思ってはいます。おう、もう帰りますよ。お疲れ様です。お疲れ様です。もう帰ります。小森さん、はい、いよいよシーズンインですけど、今年のあのトーナメントの抱負とか。来たな、抱負。はい、まあね、これね、まあそのみんなやっぱりこの2年僕強かったので今年も期待してくれてると思うんですよ。でその期待にはもちろん応えていきたいなと思ってるんですが、やっぱりそのちょっとやっぱ達成感っていうのが去年あったので、あんまりねその後に気合を入れすぎないようにしようと思ってたので、今ちょっと抱負を語るっていうとちょっと難しい感じになっちゃいますね。その去年はもうその前の年に一本一本逃したので絶対取ってやるって気持ちがあって、でまあそれ気持ち通りいくかどうか分かんないから不安とともにその話をしたと思うんです。その前の年は1年間試合がなくてもう復活して絶対取ってやるぜっていう気持ちでいたので、そういう熱い気持ちを喋ったんですけども、今年は開幕前にそこまで熱い気持ちを表には出さないように今気をつけてます。ただまあその試合ですからね、このスイッチが入るのはどこで入るか、まあ年々後々になっていってて、前はその1ヶ月も2ヶ月も前からスイッチが入っていったんですけど、年々試合の1週間前になんか入んなかったりとか、試合の初日になんか入んなかったりとかしてるのは、結果的にちょっとフィールドがね難しくなってる。だからイメージ通り行くかどうかわからないんで、今はどうこう語れることは少ないです。ただまあ自分の持っている武器と、まあ、新たに身につけていきたいテクニック、そういったものを含めて、まあそれを身にしっかりつけて、今日もちょっと亀山ダム来てやってみたのは、この間七色ダムで僕がやってて全然釣れなかったストレッチを、まあ普通の一般のお客さんが流していってすごい釣ったんですよ。でまあ釣りなんでね、そういうことがある。で僕はそういうことを亀山ダムで何度もこう見てきて、自分が自信を持って自信のある釣り方でやって釣れなかったところ、そんな釣り方で釣れるんだっていうことを見て、それをまあ自分のものっていうか、またそのなんでだろうって考えることによって次の釣りを身につけて出るので、まあそうやってね、なんでだろうって思うことが少なくなってたんですよ、年々。だから武器が確立したから、それは武器として使って勝負ができる。でも使い切っていくとまたどんどん武器が少なくなっていくんで、この間そういうのにちょっと気づけて、またそういう新しい発見の中から新しい自分の武器を身につけながら戦わなきゃいけない年になるなっていうふうに思ってます。だから今シーズンの抱負って言われると、去年より強くなりたい、釣りが上手くなりたい。だから結果がそれが何になるかは分からないです。去年より強くて去年より上手かったら一番になるかもしれないだろうって思うかもしれないんですけど、もっと成長してくるやつもいるかもしれない。これがトーナメントの面白いところであり難しいところなので、まあ去年より上はないわけですから、守りにならないように去年より上手くなっていきたいなと。そしてまたこう上位で戦うライバルといい試合ができる1年間になれば、まあ僕はトーナメントと釣りだけはもう本当に好きなので、その部分をまあ本当に今年はもっとソリッドにしていきたいなと。いろんなことに惑わされず、しっかりとライバルたちとフィールドで力をぶつけていきたいなと思っています。まあとにかく強い20代、それから去年ちょっと悔しいところで止まっている30代、この辺の中に、うわ小森50近くなっても強いなって思わせて、しっかりと嫌ならあいつって思われたいなと思ってます。まあ初戦の七色ダム、まあ約1ヶ月後に開催されます。春は特に難しい時期でもあるんで、しっかり集中して頑張っていきたいと思いますんで、また今年も応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。